でる。こんにちは、佐野です。今ね、ウォーキングしてます。これね、いつものウォーキングコースなんですけど、結構お気に入りのね、ウォーキングコースです。本格的な、まあ、ダイエットを決意したわけですけど、でも本格的って言ってもですね、まあ、要はお酒をね、飲む習慣をやめて、それで筋トレはね、今まで通り続けていくという形でやってます。まずね、今日のトレーニングなんですけど、懸垂、懸垂を10レップスをワイドですね、ワイドで10レップス15セット、あとベントローイングですね、ベントローを90キロで、徐々に落としていって、20セットかな。で、まあ、今とりあえず1時間歩く予定です。よし、よし、よし、こんな感じですよ。いやーね、山の登りもね、こういう日はいいんですけど、どうしてもね、登山って5時間6時間普通に歩くんですよ。だけど食べたくなっちゃうんですよね。とにかく5時間6時間登山するとね、めちゃめちゃ食いたくなるんですよ。それなんだったらある程度食事制限をして、で1時間とか2時間とかね歩いた方が、まあカロリーの摂取量とか考慮してね、絶対体重が落ちるのかなと。実際もう先月のね、山と結構行ったんですよ。先月、先月8回ぐらい山行って、結構行ってね、で筋トレももちろん同時にね進行でやってましたけど、全く体重落ちませんから、酒飲んで食ってました。強い決意をこう公開することによって、なんとか自分を少しでも追い込めますので、頑張って続けていきたいと思います。あとね、ここら辺なんですけど、宇都宮でいうと駅東って言いまして、夜になると結構歓楽街になって、まあ飲み屋街になってるんですけど、結構ね、こういったところもね、朝の歩くと結構楽しいんですよね。結構楽しいんですよ。だ結構ここもお気に入りのね、結構ねこの生き生き餃子も美味しいですよ。結構、まあ、こんな感じですね。そしてね、宇都宮駅をぐるっと回ってね、行くのがお気に入りのウォーキングルートになってます。で今度ね、東口から西口に向かってきます。電車が来ましたよ。私あの電車全く興味ないんですけど、こういうのもねたまには楽しいですね。綺麗だわ。よし、よし、西口に向かいます。はい、毎日これ歩いてる西口ですね。ね、西口、結構最近
餃子屋さんもまた増えてきました。やっぱ駅歩いてると飽きないんですよね。同じとこぐる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 走ったり歩いてることしてるよりもね、結構楽しいんですよ。